Villain is coming. そして世界は深い深い闇に覆われたのです。魔人が世界を滅ぼそうとしたその時、一人の勇敢な魔導士が現れたのです。世界に夜明けをもたらすために、魔導士は魔人と戦い、ついに魔人を倒したのです。魔導士の輝きは世界を明るく明るく照らしたのです。長い長い夜の終わり、これが世界の夜明けでした。やったー。こうして魔導士は魔法帝と呼ばれ、伝説になったのでした。魔法帝、シスター、魔法帝って今もいるんだよね。ええ、このクローバー王国が平和なのは魔法帝のおかげ。すっげえ。魔法帝って偉いの？国王様の次に偉いのよ。